日はですね、栃木県の湯西川温泉に向かっております。で、現在中禅寺湖、栃木県日光市の中禅寺湖におりまして、そこから、湯西川温泉に向かう途中なんですけれども、やばいんす、雪が。昨日まで全然なかったのに、本当に雪やばくて、チェーンさっきつけてチェックアウトして、で、これからいろは坂越えなきゃいけないんで、もう怖くてしょうがない。で、途中でもしかしたら雪がないところはチェーン外さなきゃいけないのかな。もうそういうことを考えるだけでね、楽しみですね、本当に。じゃあまずちょっと腹ごしらえできる場所あったら、腹ごしらえしてからゆっくり先をね考えたいと思います。デイ。もう歩道車道関係なくね、人歩いてますね。わからんでもないけどね、この気持ち。車線があったもんじゃないし、とにかくすごいわ。華厳の滝今入ろうと思ったんですけど、駐車場がね、思いのほか雪が積もってて、一回入ってしまったら抜け出せないかなと思って諦めました。というわけで今からいろは坂に挑みます。怖いよー、もう暗いし道暗いし。ただね、やっぱいろは坂の救いが2車線あることなんですよね。2車線あるから、2車線分あるから、ゆっくり走れるんですよ。で、走りやすい道の部分だけ通っていけばなんとか行ける気がするな。もっと急なところが怖いですね。この後どうなるんだろう、雪止んでんのかな、にこう、駅前とかって。はい、いろは坂越えました、無事。ただなんかこの辺になってくると逆に積雪量が少なくてですね、スリップが怖いですね。華厳の滝でね、すいとんを食べるのがすごい楽しみだったんですけど、食べれなかったからお腹すいたよ。あ、後ろトラック早いな、抜かさせるか。だいぶ雪が減ってきました。これチェーンの外し時がつかめませんね。この後おそらく湯西川温泉近辺もまた雪積もってるんで、またチェーンつけなきゃいけないんですよね。ただかといってこのゴムチェーンずっとね、普通の道で走ってるのも負担がやばいんでね、難しいですね。とりあえず一回、とにかくお腹空いたからなんか食べたいよ。ツルハトラック、日光鬼怒川のツルハトラックで今晩のお酒とおつまみなどを補給したいと思います。ここに来るまでですね、私まだずっとチェーンつけてるんで大変でした。後ろの車をどんどん抜かさせてあげたり、30キロでしか走ってないからこれから先も大変ですね。鬼怒川といったらですね、廃墟群ですね。これもやってないでしょうね。あ、ちょっと曇ってきたな、窓が。見てくださいよ、この廃墟たまらない。うわー、見て見て見て、この廃墟たち。あらら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 。こちら鬼怒川公園駅前だっけな、の近くにあるお蕎麦屋さんでご飯を食べるという行動をします。美味しかったー、イワナの唐揚げとそば。お腹空いてたのもあるけど美味しかったわ。そしてですね、気がついたらもうね2時近いんですよ。で、チェーンつけて走ってるから、これもうね、湯西川着く頃には3時近くになっちゃいますね。チェックインですね。時間があれば少し雪遊びしたいですけどね。果たして雪があるのか。はい、先ほどですね、道の駅湯西川を過ぎたんですけれども、まあ今も見ていただく通り雪が全然ありません。今のところ中禅寺湖がどれだけすごかったかと
というのが伺えますね。ただまだ今日の深夜からですね、明日の朝にかけて雪が降る可能性はありますので、チェーンは一応つけっぱなしで行こうかなと思います。お願いなんで雪降ってください。雨の方が外歩けないから嫌です。雪降ってくれ、雪遊びしたいんだ俺は。湯西川温泉着きました。結局まあ少し、あ、雨ひどいですね。これ外歩けるかな。いつものあの景色見たいんですけどね。はい、着きました。こちらですね、平家の翔さん、あ、アゲハさんかな。前は平家の翔さんという名前だったんですけど、変わったのかな。もうかれこれ何度来たことあるんでしょうかね。では一回チェックイン前に街の散策行ってきます。大雨です。はい、湯西川温泉の繁華街ですね。もう雨のせいですっごい歩きづらいっす。で、昨日まではね、やっぱり雪がなかったみたいなんですけど、今朝の、昨日の夜から今朝にかけての雪でなんとかこの雪だるまも復活したらしいですね。ではいつも見に行ってる景色まで歩いていっちゃいます。着きました。どうですかこの景色。この景色も見たくて湯西川温泉に来てるのはありますね。この川沿いとかやぶき屋根の民宿かな、これがね好きなんですよ。ここの景色で、これ以上右映しちゃうと露天風呂があるので丸見えなんですよね。うわー、いいわ。そして橋の後ろですね、あれは違う宿で多分作ってる氷瀑みたいなありますね、綺麗なのが。で、この川沿いに露天風呂がたくさんあるので気持ちいいんですね。またこれ雪見風呂がね、満足。じゃあ宿に向かいます。そういえばここ湯西川温泉は平家の里だっけな、それと鎌倉祭だっけな、鎌倉の中に火を灯す祭りがね非常に有名なんですけど、今年は雪の量が少なくて開催されるかわからないぐらいやばかったらしいですね。まだ開催時期は少し先なのかな、どうなることなんでしょうね。着きました。今日混んでますね結構。まだゆっくり撮れてないですね。あー、ほんといい雰囲気。これ袋の中から鍵だけ盗ん でテーブルの上に置いて、まあ、子供がやったんだろうけど、でその後の対応